史上最年少の名人位獲得をかけて藤井聡太六冠が渡辺明名人に挑戦している名人戦第3局は藤井聡太六冠が敗れ2勝1敗となった今後の勝敗の行方はどうなるのかあえら2023年5月29日号の記事を紹介する渡辺明名人に藤井聡太六冠が挑戦する第81期将棋名人戦7番勝負 第3局は5月13、14日、大阪府高槻市で行われ、87手で渡辺明が勝った。ここまで結果が出てなかったので、とりあえず良かったかなというところですかね。終局後、渡辺明はそう、総安度の表情を浮かべた。渡辺明にとっては、名人戦4連勝、藤井聡太にとっては、史上最年少での名人位獲得、および七冠制覇がかかるシリーズ。藤井聡太2連勝の後、渡辺明が1勝を返し、七番勝負はいよいよ佳境に入ってきた。 番上この一手の攻防手第三局渡辺明はわずかに有利な先手番を持って臨んだここを落とすことになれば一気に角番に追い込まれる渡辺明が序盤で角を交換する順を誘ったのに対し藤井聡太は珍しく応じない方針を選んだ序盤はお互いどういう形に組むか手が広いかなと思っていたのでどういう感じになるかわからないまま指していました藤井聡太渡辺明は矢倉藤井聡太はガンギガンギと呼ばれる陣形に組む 本格的な戦いが始まっっったたのは2日目に入ってからだった藤井聡太は飛車を立て横に大きく使って攻め込んでいく形勢は藤井聡太がリードを奪ったかに見えた終盤藤井聡太は角を切って一気に渡辺名曲に迫っていくやりすぎでした局後の検討で藤井聡太はそう苦笑したもしかしたらもっとゆっくり刺す順が勝ったかもしれない渡辺明は的確に対応する をををで取らら、せるを手順を織り交ぜながら体を入れ替え、一気に藤井聡太陣に殺到した76手目藤井聡太は桂を取る恐ろしい狙いを秘めた攻防の一手でもし渡辺明が謝ればたちまち形勢は入れ替わるこの時点で持ち時間9時間のうち残りは渡辺明2時間16分藤井聡太28分渡辺明は手を止め超豪に沈んだいやちょっと踏ん切りがつかなかっただけでやっぱりちょっとなかなか行く決断ができなかったですね 曲後、渡辺明はそう苦笑していた。見る側には、名人くらいの重みを感じさせる、長い時間だった。渡辺明は、何度も念を入れて読み抜いた。考えること、1時間33分。渡辺明が、藤井聡太陣に打ち込んだ角は、盤上この一手と言うべき、絶妙の攻防手だった。本局は、渡辺明が、本来の実力を発揮したと言うべきだろう。藤井聡太は、感染者にも分かりやすいところまで進め、飛車打ちの大手を見て、投了した。 中終盤で読みが足りなかったかなと感じたので、そこを辞局以降修正できればと思います。藤井聡太、渡辺明は、2日制のタイトル戦で、藤井聡太から初の勝利を挙げた。両者の対戦成績は、これで渡辺明4勝、藤井聡太18勝。依然、藤井聡太が大きくリードしているが、渡辺明がここから巻き返しても不思議ではない。ハードな日程との戦い。将棋の最時期では、名人戦は桜咲く春に始まり、青葉茂れる初夏に、大詰めを迎える。 名人戦第4局は5月21-22日に福岡県飯塚市で行われる藤井聡太の八冠制覇への道のりを確認しておこう菅井達也八段31の挑戦を受けている栄養戦五番勝負藤井聡太は第3局で苦戦に陥りながらも逆転勝ちを収めて2勝目を挙げ防衛まであと1勝と迫ったこれから開幕する棋聖戦五番勝負では佐々木大地七段27の挑戦を受ける 過去の対戦成績は2勝2敗の5分で、藤井聡太にとってももちろん楽な相手ではない。第1局の開催地はベトナムで、藤井聡太はハートスケジュールとの戦いも続いていく。また、大井戦七番勝負でも、藤井聡太は佐々木の挑戦を受ける。羽生善治九段は挑戦者決定戦で敗れ、羽生藤井聡太の二度目のタイトル戦は、この先に持ち越された。王座挑戦権を争うトーナメントでは、藤井聡太は現在ベスト8。 このまま全て勝ち進めば秋の王座戦五番勝負が史上初の八冠チャレンジの場となる藤井聡太が1時間4分の長考そのまま昼休憩渡辺明は元気で対抗名人戦福岡県飯塚市の阿蘇大浦荘で21日始まった渡辺明名人と藤井聡太王将の第81期名人戦七番勝負第4局毎日新聞社朝日新聞社主催は同日正午26手まで進んだところで昼食休憩に入った。 消費時間は藤井聡太王将2時間4分渡辺明名人41分午後1時再開九戦志向の藤井聡太王将に対し渡辺明名人が元気元気に組んで対抗する戦いになった25手目藤井聡太王将が3五歩と突っかけると渡辺明名人は次の手で7三桂と跳ねた この局面は2021年5月に指された第6期栄養戦本戦木村和樹九段隣龍馬七段戦先手の木村九段が勝利と同じ藤井聡太王将の手が止まり長考中に昼食休憩に入った休憩前の考慮時間は1時間4分だった解説の第石塚継七段はここまでは前例もあるので互いに研究の範囲だと思います先手が仕掛けて後手がどう反撃していくかこれからの一手一手が注目ですと話した